こんにちは、金ちゃん BBH と申します。この動画では、日経225、金、原油の先物の,の予想について情報発信をしていきます。全般相場の環境認識と合わせてご活用ください。一応ね、えー、各先物の,の短期の時間軸の予想につきましては、連日的中を続けております。えー、確かにですね、えー、私のように無名の人間が話しているというね、えー、こととですね、えー、また内容自体がまあ難しいということもあるんですけども、 他の根拠を示さないで、ただなんとなくね、えー、まあ推奨メーカーを垂れ流しているだけの動画とかですね、あるいは当たりもしない分析をま垂れ流している動画なんかよりもですね、えー、十分ね時間を割く価値はありますので、どうか最後までお付き合いいただければと思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。本動画の構成について簡単にご説明いたします。 動画の順序といたしましては、日経225、金、原油の順序で実施していきます。それぞれの分析で、週足、日足の時間軸での環境認識から、最後のところで短期時間軸の分析、予想の流れになっていますので、飛ばすことなく最後までご視聴ください。それでは日経225先物の,の分析予想を実施していきます。現在ご覧のチャートは、2019年12月13日、10時30分現在のドル指数の日足チャートになります。 まあ、ドル指数につきましては、まあ、ダブルトップの、ねえー、形からです、ねえー、ネックラインを割ってきて、まあ、ネックラインの,、ね、そのすぐ下のところで、まあ、ペナントが、ねえー、できてきたわけなんですが、まあ、それも、ねえー、ペナントも下抜けしてきましてダブルトップの、ね、目標値であります、まあ、96.750に、ね、向かって下落している状況であります。 対中関税の引き下げ提案がなされたというね、ファンダメンタルズの大きな変化を伴うでビッグニュースがね、流れたわけなんですけどもそれにですね一応、ね、ドルについては反応してまあ上昇してきているわけなんですがまあドルシステムにつきましてはまあネックラインでねしっかり止められていますよね。これ、な何でかと言いますとこのネックラインにつきましては過去ですね、かなりね強烈に機能していたんですよね。 まあ、ということでこのネックラインにつきましては、まあ、意識されていいいる、ね、価格帯のためにに、ね、非常に強いという、ね、状況であります、まあ、これで何が分かるかと言いますと、まあ、ドルにつきましてはちょっとしばらくの間はあのー、上に行きづらい状況がね、えー、続くのかなという、ね、ところでなんですよね、まあ。ここで皆さんおそらく疑問に持つかもしれないんですがなんでね、えー、ドル円ではなくてドル支スを分析するんだという、ね、話なんですがこれには2つの理由があります。 まず1つ目がドル円に関しては安いんですけども月額で有料メルマガを取っている関係があるということで大人の事情ということとドル単体の強さを表すドル指数を分析すれば他かの通貨ペアの分析とかですねトレードに役立つんですよね。ここで皆さんねはっと気付かる方も中にはいると思うんですがドル指スがねドル単体がこれだけ弱いのにドル円については上がってますよね。ということは何が言えるかといいますと円がね異常に弱いっていうことなんですよね。 まあ、ということで、絵については、主要通貨の中で異常に売られているということと、またあ当チャンネルにつきましては、たまにですねドルウォンの、まあ、相場の分析をするんですけども、視、ま、聴、あ、し,していただいている皆さんの中には、ですねなかなかウォン安にならないということで、や、ま、き、あ、もきされている方はいると思うんですが、それはですね、まあ、ドルが非常に弱いという、ねえー、状況があるということであります。 ちなみにですね、ドルンにつきましては、他のね、ユーチューバーの通じる許さないぐらいですね、正確な分析をしておりますので、えー、興味のある方はあ、ま、リンク貼っておきますので、ですね、えー、そちらを見ていただければと思います、えー。ドル指数の分析については以上になります、はい。画面変わりまして、現在ご覧の表につきましては、2019年2月13日現在の信用取引残高と、日経平均との比較を示したものであります、えー。ここはですね、前回の分析と丸かぶりになりますので、さらっといきたいと思います。 まず薄いねオレンジ色の棒グラフにつきましてはこれはですね信用改善だ高の状況を表すものであります。まあ、これは、ね、過去2年間のね状況を見ても分かりますようにですね右肩、えー、下がりにね、えー、減少しているのが確認できるかと思います。えー、濃いねオレンジ色の棒グラフにつきましては信用売り残高を表すものであります。これはですね、えー、まあ、徐々にではあるんですがあの増加しているのが確認できるかと思います。 またあ、緑色の折れ線グラフにつきましては、これはですね、CO 倍率を表したものであります。これを見てもわかりますがで,ですね、えー、これは CO 倍率につきましては、過去2年間で現在につきましては、最低水準のね、えー、状況になっております。まあ、これ何がいいかと言いますと、今現在ね、日経域につきましては、落ちにくい状況にね、需給面で見ると落ちにくい状況にあるのかなとね、分析しております。 はい、画面変わりまして、現在ご覧のチャートは、2019年12月13日、えー、10時30分現在の日経225先物の,の周波数チャートになります。えー、まずですね、えー、早速分析に入っていきますが、エルタドンにつきましては、第3波にね、えー、ところで終わっている状況であります。で、現在ですね、第4波の波動のところで大きなもみ合いになっているんですけれども、エ、え、ル、ー、タドン、ね、第5波の目標値につきましては、2万9507という、ね、アウトプットが出ている状況であります。 また、この週足チャートで直近で2つのチャートパターンが完成しているのが確認できるでしょうかまずです、ね、そのチャートパターンの1つ目がです、ね、ダブルボトムであります。 ダブルボトムにつきましてはその大きさ分の値幅分で,です、ねえー、動きますので実態だけで,です、ねえー、計算していきますと約、ねえー、2700円分の値幅がです、ねえー、この高値のポイントから動くことが予想されます、まあ、この高値のポイントを、ねえー、22500円ということで、えー、この22500円から2700円足していきますとです、ね、だいたいダブルボトムの完成の目標株価につきましては、まあ、25200円あたりになるのかなと、ねえー、分析をしております。 続いて2つ目のです、ね、チャートボターンにつきましては、これですね、ペナントであります。このポイントで,です、ね、ペナントが完成しているわけなんですが、ペナントにつきましては、左側の相場の原理原則という、ね、ツールを使って、目標値をアウトプットしていきたいと思います。ということで、ですね、事前に収録をいたしました映像を使って、ですね、目標値をアウトプットしていきます。 このようにですね、えー、ペナントの部分の実体ですね、チャートパターンが完成している実体の部分を四角い枠で囲ってきますとですね、アウトプットが出ております。でちなみにですね、上に行った場合については、上抜けでですね、2 5244ですねで、下抜けで2 1269というね、アウトプットが出ているのが確認できるかと思います。あちなみにですね、えー、この相場の権利原則につきましては、条件付きではあるんですけども、無料で配布をしております。えー、一応ですね、えー、昨日といたしましては、エリオタドと チャートパターンのですね目標値はねチャート上にアウトプットすることができるということと、この簡単なね UI を使って、えー、仕掛けることも可能であります。まあ、詳細につきましては概要説明欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらの方にね飛んでいただければと思います。週足の分析については以上になります。はい時間軸変わりまして現在ご覧のチャートは2019年12月13日10時30分現在の日経225先物の,の冷やしチャートになります。 まずチャートを見ても分かりますようにです、ね、エリオタドにつきましては、まあエリオね、第3波まで終わっておりまして現在です、ね、第4波のポイントのところでペナントがで,す、ね、できやっている状況であります。このもみ合いをです、ね、上抜けいたしまして第5波が、ね、発生した場合につきましては目標値が、ね、2万7 2 8八十七あたりになると、ね、アウトプットが出ております。値動きのイメージといたしましまては、 当初、週足で分析をいたしましたダブルボトムの、ね、目標値25,200円あたりで,です、ね、到達した後、一旦、もみ合いか、ね、調整をこなして、その後です、ね、上抜けしたら、ね、27,287まで、ね、上昇してくるんではないのかなと、ね、分析をしております。続いて日経225先物の,の15分足チャートに入っていきます。現在、このチャートは昨日動画で配信いたしました分析内容を掲載したチャートであります。 分析内容をおさらいしていきますとその当時の、ね、チャートにつきましてはこの、ね、黄色いゾーンの範囲で揉み合いをしているということとこの、ねえー、揉み合いをブレイクした場につきましてはこの揉み合いの値幅が200円幅ということで、えーまあ、ブレイクのポイントからです、ね、200円幅が、ね、それぞれ動いてくるという、ね、分析をしておりました。まままたた、ねえー、分析の中ででは触れてて、ね、ておおりりせんししがタ出 えーまあ、第3波の目標値につきましては2万3,938といねアウトプットも出ていた状況であります。で本日につきましては対中関税の引き下げ提案というね、えー、ニュースが流れまして、えー、このもみ合いにつきましては上抜けブレイクしております、まあ。ということで気になるのはですね、えー、分析結果がどなたかというところがね、えー、気になると思うので早速ね出していきたいと思います。 まず、このね、黄色いゾーンの値幅この黄色い矢印分のね、ねば分ですね、上昇した後ですね、この辺りでですね、一回大きな押し目を作ってますので、大きな調整があって、そこからですね、ギャップアップをして、第3波、両方のね、目標値であります、第3波のあたりまでですね、届いているという状況が確認できるかと思います。まあ、どうですかね、すごくないですかね、相場の原理原則。一応ね、これは偶然でなくて、毎回毎回ですね、的中しているので、え、ー 興味のある方はです、ね、過去の動画を、ね、見ていただければと思います。えー、続きまして、金先物の,の予想に入っていきます。えー、現在、ご覧のチャットは2019年12月13日、11時現在の金先物のャートとなります。 えー、周波ートの分析につきましては、過去の、ねえー、分析と丸かぶりになりますので、さらっといきます。まず周波ートにつきましては、見ても分かりますとでで、ね、三角持ち合いのチャートパターンが、ね、完成しております。で三角持ち合いの完成で見積もる、ね、目標値につきましては、この赤い矢印のの、ね、矢印分のエネルギーがここからです、ね、放たれるということで、ここの、ね、矢印を見ていきますと、まあ、大体、ね、1600あたりが目標値になってくると分析をしております。まチャ、ねえートトにつきましてはこのポイントで えー、まあフラッグがね完成まあ完完成はでき出来かけてるんですよねでこのフラッグをね割り抜けた場合についてはおそらくですね線路ブあたりまで通えてくるのかなどね、えー、分析をしております、えー、周波数の分析については以上になりますはい時間軸かかりまして現在ご覧のチャートは2019年12月13日11時現在の金先物の,の冷やしアートになります。 冷やし算につきましてはですね、先ほどしわしで分析をいたしました通り、まあ、フラッグのね、形になっているということで、えー、この目標値につきましてはですね、相場の原理原則を使ってアウトプットを出していきたいと思います。まあ、ということでですね、上抜けした場合につきましては、まあ、ここにあるんですが、1592.88ですね。下抜け下場合につきましては14、1412.29という、ね、アウトプットが出ております。まあ、基本的にはですね、下抜きフラッグにつきましては、上抜けする可能性が高いということで、えー、現在の状況につきましては、上抜けする可能性がね、えー、高いのかなど分析をしております。 はい現在、このチャットは、昨日動画で配信いたしました分析内容を掲載したチャートであります、えー。分析内容をおさらいいたしますと、当時の状況だとですね、私のルール上では、エリュータードができているということで、相場の原理原則 E を使ってですね、エリュータードを出しておりました。で、えー、今現在ですね、第5話の途中ということであったんですけども、ただね、第5話ということで、到達確率はですね、若干劣るのかなというね、お話をしておりました。で、この分析についてはね、どうなたかと言いますと、 まあこういう状況になっています一応ですねえっ、ー、と1486.64まで行ったんですがそこからですねあのトランプ大統領の,あのツイートがあってですね、えー、急落をいたしまして、まあ、ドルが値、ね、上がったんですね、えー、今ね第2話終わって上昇のエリオタードについては終わっておりますまあ金先物の分析については以上になります、えー、続いて最後ですね、えー、原油先物の,の分析に入ってきます、えー、現在このチャートは、2019年12月13年月日、 え11時現在の原油先物の,の周波チャートになりますチャ、えートの分析につきましては前回の分析と丸かぶりになりますのでさらっといきます、えー、周波数につきましては一回ねこの辺りで根固めをしてこの,このね右側の境のトレンドラインレジスタンスをね上抜いてきたんですがこのねトレンドラインレジスタンス突破で見積もらえるエネルギーがこの辺りということでえこの辺りまで届かなかったんですねということでトレンド方向につきましてはあの上に弱いということで周トレンド方向についてはねえ下の可能性が高いと分析をしております まあただ、ですね、週トレンド方向につきましては、下の可能性が高いということですが、現在、ですね、えー、先ほどの,の週足ワスタートにつきましては、トレンドライン、チャンネルラインですね、えー、右肩上がりのチャンネルラインが形成されておりまして、しばらくはですね、このチャンネルラインに沿って、えー、上昇していくることが予想されます。えー、ということで、まとめますと、まあ、週トレンド方向については、下方向、ただあしばらくですね、えー、チャンネルラインに沿って上がっていく可能性があるという、ねえー、状況であります。 はい、時間軸がかかりまして、現在ご覧のチャットは2019年12月13日、11時現在の原油先物の,の試合アシャートになります、まあ。チャートにつきましては、現在、黄色いゾーンのところで,です、ね、ペナントを形成しているのが確認できるかと思います。試合アシャートの分析から、まあ、ペナントの下にはです、ね、緩やかな角度の、ねトレンドあまあ、チャレンネルラインがあるということで、えーとまあね、この状況からです、ね、このペナントにつきましては、まあ、上抜けしてくる可能性が、ね、高いのかなと、ねえー、分析をしております。なおです、ね、ペナントブレイクで見積もられる目標値につきましては、 これですね。えー、まあ相場の現形にすぐ見積まった目標値につきましては上抜けでですね72.05、下抜けでですね45.10というね、えー、状況になっております。えー、日下ととの分析については以上になります。はいチャート変わりまして現在ご覧のチャートは、えー、昨日動画で配信いたしました分析内容を掲載したチャートであります。まあ分析内容をおさらいいたしますと現在ですね、えー、まあゲーム物の一時間シャートにつきましては あのエレタードがね規制、えー、されておりまして、今現在ですね、えー、60.37ポイントに向けてまあ上昇中というね、えー、状況であります。でこの分析からね、えー、どうなったかと言いますとこういう状況ですね。えー、若干で、ね、もみ合いのところから上抜けてきてるのがね、えー、確認できることもあります。まだですね、えー、まあ分析内容のおね、えー、継続中という状況であります。以上で原油先物の,のね予想について終わります。 ということでですね、えー、動画について終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。